こんにちは、速稼塾の久保です。今日の話題はね、4G と 5G ということでお話していこうかと思います。現在私が持っている iPhone の11、ね、Pro Max、 多分 iPhone シリーズの中では最新機種だと思うんですけども、これは 5G に対応してないということでございます。で、次のね、11の次、12か12ですかね、 iPhone の12からは 5G に対応するということなんで、きっとですね、予定通りこの春に iPhone がリリースされていたら、私は買ったばかりのこの iPhone11 Pro Max が、ああしまったと思うことになるだろうなと思うんですけど、そうではありません。実はですね、 5G ってのがただいまね、始まったとしても、その驚異的な通信速度、ほとんどの人には必要ないと私は判断しています。で、 4G でもまだまだね、十分なんですよ。で、今でも 3G と使ってる人いるじゃないですか。で、携帯電話とかそれでも困らないぐらいなんですけども、まあ、私ぐらいハードに使っていても 4G で不具合を感じたことはまだ1回もないですね。下手に 5G になると、自分の思っても見ないようなデータが流れ込んできたりとかして、自分の上限50ギガですか、これがあっという間に埋まってしまう可能性があります。そうなんですよ。だから下手にね、 5G じゃなくて 4G だからこそ、ダウンロード中にカットすることもできるわけなんですよね。まあ、そういったことを考えると、例えばね、5G が私たちの生活に解放されたからといって、みんながみんな必要なものではないですし、こういうことを言う人もいるんですよ。 5G が始まったら 4G はすぐ使えなくなると。そんなことはないんですよ。 4G であと数年間私たちは多分やっていけると思いますし、 4G と 5G が両方あってもね、多分ほとんどの方は 5G を使いこなせずに 4G でとどまっていると思います。 5G を使うのは IoT とかね、AI とか限られた業種の専門知識のある方とか、それがないと業務が遂行できないというね、一部の方に限られると思いますね。まあ、中にはね、趣味で 5G を試してみたいって方もいらっしゃって、そういう方が使うかもしれませんけども、普段から 5G だったら私たちはね、多分逆に生活の方が追いついていかないんではないかなと私は考えてるんですよね。まあ、ですんで、 5G が利用 OK になっても、特にね、ほとんどの方は 4G 今のままでなんか不都合ありますかね。不都合ないと思うんですよ。もちろん 4G がね、強制的になくなりますみたいな、 3G 廃止みたいなのってね、同じようになればしょうがないから 5G ってことになって、その時は新しい通信回線に乗り換えなければならないということになりますけども、あるね、通信利権の販売を始めてる時に、この利権なんて 5G が入ってきたらすぐ使えなくなっちゃうんじゃないのと、4G しか対応できない通信利権なんて意味がないよっていう方もいらっしゃるんですけども、待て待てと、じゃあ一気にね、 5G を全員が使うのか、システムもまだ追いついてないと、基地局も追いついてないと、そして料金体系も 5G についてはまだ全然決まってないんですよ。ね、5G の料金が、基本料金がね、50万だったらどうしますかって話ですよね。そうなってくると 4G の基本料金7000、8000とかね、5000とか6000とか、この辺で私たちは結局は手を打つようにはなると思うんですよね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。これからね、 5G ってのが始まって、知ったげに言う人もいますし、誤解をしているところもあるし、情報が足りなかったり、逆にね、いろんな説が多すぎて、根拠のない説を私たちは信じてしまうこともあるかもしれませんけども、冷静に考えて私たちはまだしばらく 4G で十分なんじゃないかなと思うんですよ。この 4G でね、私 YouTube のアップロード、それから YouTube の閲覧、かなりの時間してます。1日にね、7、8時間は多分してるかもしれないです。50ギガを使い切ることもあります。でも今のところそのぐらいヘビーユーザーの私でも 5G が欲しいと思ったことはないんですよね。もちろん 5G を体験してみたいなとか、数秒で映画がダウンロードできればいいなと思うんですけども、逆に言うとですね、スマートフォンで数秒でダウンロードしないといけないような映画っていうのは必要ないんじゃないかなっていう気もするんですけどもね、どうでしょうかね。私の場合は、そうですね、動画のアップロードに早く時間がね、使えればいいなと思いますので、そういう場合は 5G がもしかしたらいいかもと思いますけども、まだね、通信基地局が整備されてない段階で 4G しか、カバーしてない通信局が、ばかりですからね、 5G の再構築をするのにまだまだ時間がかかるんじゃないかなと思っておりますけども、どうですかね。なんか分かることがあったらまたコメント欄などで教えてください。それでは失礼します。